狐物語、林芙美子。四国のある山の中に面白い狐が住んでいました。いつも一人で歩くことが好きでしたが、ある雨の日、いつものように餌をあさってぼつぼつ歩いていますと、男の子が四五人、ガヤガヤ話しながら山を下っていました。狐は時々人間を見たことがあったし、人間は二本の足で立って歩いているので、狐は珍しくて仕方がないのです。狐のお母さんは、人間のところへ行くとひどい目に遭うから、人間のところへ絶対に近づいてはいけませんよ、といつも言うのですけれど、狐は人間の姿がおかしくて仕方がなかったし、第一ひょろひょろと立って歩いているのがおかしくて仕方がないのです。狐は子供たちの後ろからそっとついていきました。この辺は六兵衛狐の出るところだぞ。一人の子供が言いました。昼間から出ることはないだろう。とまた一人の子供が言いました。昼間でも雨が降っているから出るかもしれん。またもう一人の子供が言いました。時々遠くで雷が鳴っています。子供たちはなんとなく気味が悪くなったのでしょう。歩いていた子供たちはふっと足を止めて耳をそば立てました。すると一人の子供が不意に後ろを振り返って狐を見ました。あ、狐が出おったぞ。子供たちはびっくりして、まるで豆がはぜたような凄まじい勢いで走って山を下り始めました。狐もびっくりしました。どうしてあんなに子供たちがさっと走っていったのだろうと思いました。雨の降る中を狐も濡れながら子供たちの後を追いかけていきました。細い山道を幾曲がりもして、やっと人間の通るらしい道の近くへ来ますと、山の田んぼ沿いのところで大きい牛が、もう、もうと泣いていました。狐は自分たちよりも大きい動物を見て、しばらく呆れて眺めていました。なんて大きいのだろう。お尻は箱のように四角くて骨張っていたし、垂れ下がった腹や足が泥だらけです。そして、面白いことには大きい鼻の穴に丸い缶をつけて太い紐がついていました。狐はおずおず牛の前へ行って丁寧に頭を下げました。牛はびっくりして狐を見ました。あなたは一体どなた様ですか?と狐が聞きました。牛は正直者でしたから、私は桑助さんの家の牛で赤兵というものだと答えました。狐は王様のようだと感心しました。そうですか。私は山の中から来た六兵という狐ですが、この先へは行かれますか?尋ねてみました。行かれますとも、道はどこまでも続いていて、賑やかな川口まで続いていますよ、と教えてくれました。狐は丁寧に挨拶をして、雨の中を歩きました。しばらく行くと、小さい村がありました。村のとっつきの家では、鶏が三匹ほど、遊んでいました。狐は何もかも珍しくて仕方がありません。これは何というものだろうと思いました。それでまた丁寧に頭を下げますと、三匹の慌て者の鶏はけたたましく泣き立てて、鶏小屋の屋根へ飛び上がっていきました。すると家の中から恐ろしく背の高いおじいさんが、棒を持って出てきました。これ、狐のやつめ、お前うちの鳥を食うつもりだな。
狐はびっくりしました。鶏なんか一度も食べたことがないのに、この人間は妙なことを言うと思って、ぼんやりしていますと、コーンと固い音を立てて、狐は額を嫌というほど殴られてしまいました。思わず尻餅をついているところ、狐はとうとう人間に捕まってしまって、木箱の中へ入れられてしまいました。その晩、人間たちはこんなことを話し合っていました。六兵衛狐というのはひどいやつで、吾作さんの家から帰るとき、俺はおこわ飯を土産にもらっていたんだが、家を下る途中、とうとう六兵衛に化かされて、おこわ飯を盗まれて、ひでえ目にあったよ。俺もこの六兵衛には痛い目に遭うたぞ。妙正寺の伴奏に化けて、俺から財布を取り上げて、あげくの果てに、川の中へつつき落とされてしまったものな。六兵衛狐は箱の中で、こんな話を聞いていて、びっくりしました。人間というものは、何という嘘つきなのだろうと思いました。六兵衛狐は今までに、まだ一度も、里へ降りたことはなかったし、第一人間のような賢い動物を、馬鹿したりなぞ、したことは一度もなかったのです。人間は、おかしなことを言うものだと思いました。昼間、頭を殴られたところに、大きなコブができて、それが痛くて仕方がありません。山の中へ早く帰りたいと思いました。こんな嘘つきのところにいると、何をされるか知れないので、狐はだんだん怖くなってしまいました。俺のところでは鶏をもう二度も、六兵衛に食われちまったんだからな。キツネぐらい動物のうちで悪い奴はないの。あれは魔物だからな。雨の降る晩は必ず山に火をつけてからかうし、ろくなことをせんぞ。二三日六兵衛を日干しにして腹をきれいに干して、いっぺんキツネ汁でもして、みんなで食おうじゃないか。たぬき汁はうめえそうだが、俺はキツネ汁というのは初めてだ。キツネはびっくりしました。急にお母さんが懐かしくなり、涙をいっぱい溜めて、息を殺していました。夜が更けてから、キツネは一生懸命に箱の蓋を持ち上げてみました。石でも乗っかっていると見えて、蓋を持ち上げるたび、ゴロゴロと石が少しずつ動いている様子です。狐は根気よく蓋を持ち上げて、とうとう長いことかかって、扇子型に箱の蓋をずらすことができました。そっと首を出しますと、あたりは薄暗いのです。かすかに障子の破れから、月の光が差している様子なので、狐はやっとの思いで土間へ這い出すことができました。人間はとても恐ろしい動物だとお母さんが言っていたけれど、本当だと思いました。だから自分たちの仲間は昼間は穴の中に引っ込んでいて、人間に見つからないようにしているのだなと思いました。狐は土間へ出て、縁の下から外へ出ることができました。まん丸いお月様が高く昇って、山の方で懐かしいフクロウの鳴く声がしています。家の山々がこんもりとしていて、六兵衛よ、お母さんがとても心配しているから、早く帰っておいでと言っているように見えました。狐は急に、お腹が減ってきましたし、頭のコブは椎茸みたいに大きく盛り上がっていて、とても熱を持っていました。よろよろと歩いていますと、ある家のところで、もう、もう、
もう、と牛が鳴いていました。あ、桑助さんの家の赤部さんだな。と狐が牛小の前へ来て、こんばんは、と声をかけました。すると、眠れないでいたと見えて、赤部は口をもぐりもぐり動かしながら、ああ、こんばんは、どうしましたか？川口まで行ってみたのかね？と優しく牛は尋ねるのです。狐はひどい目にあって、今まで箱の中にいた話をしますと、それは気の毒でしたね。人間というものは何とも勝手なもので、わしらのようなものまで尻をひっぱたくのだから、嫌になるのさ。わしだってたまには体のだるい時もあるのだが、何にしても一日も無駄には休ませてくれないでね。無理な仕事をするとき、わしは時々泣くこともあるのさ。いくらこんな生まれ合わせだと言っても、これも神様のおぼし召しで、こんなものに生まれてきているのだもの。一つだってわしは悪いこともしたことはないのに、尻をピシリピシリと、無知で殴られるときは、つくづく泣きたくなってしまうよ。生まれ合わせで仕方がないけど、お前さんたちのように身軽に山の中で自由に住める身が羨ましいさ、と言います。狐もなんだか牛がかわいそうで仕方がありませんでした。本当に赤部さんそうですね。私たちだって人間だってそう長くは生きられないのだから、嘘なんか言わないで平らに世の中を暮らしたらそれが一番いいですね。あなたはさっきから口をもぐもぐしていますが、何を食べているのですか？別に何も食べてはいないのですよ。夕方食べた藁を今食べ直して胃から戻しているんです。今夜はいい月夜ですね。ああ、私は夜が一番楽しみです。人間が寝てしまうともう私は一人で何を考えてもいいのですからね。尻をひっぱたく人もないし、一番楽楽とします。狐はほろりとしました。こんなに王様のような体をしていても、自分たちより辛いことがたくさんあるのだな、と同情しました。私はこのまま山の中へ帰ってしまえば、もう二度と里へは降りてきませんけれど、元気でいてください。その代わり、夜の夜中に山の上で私は時々歌を歌ってあげましょう。ああ、あの時の六兵衛狐は元気だと思ってください。ほら、かすかにフクロウが泣いているでしょ。あの木のそばに私の巣があるのです。きっと聞いてください。六兵衛狐は気のいい正直者の牛と別れて、寂しい山道を嫌の山の中へいそいそと登っていきました。ああ、助かってよかった。なんといっても自分の天地が一番いい。お母さんはどんなに喜んでくれるだろう。六兵衛狐は腹の減ったのも忘れて、まるで飛ぶようにしてお山へ帰りました。昼間の雨はからりと晴れて、まるで昼のように明るいお月様が山や森を照らしています。それから毎晩狐は里に近い岩肌の上に出て、赤兵衛に聞こえるようにコーンコンコンコーンコンコン
と泣きました。晴れた夜は村中に六兵衛狐の泣く声がよく響いて聞こえたそうです。